では、シンフォニーは6番に行きましょう。水のって最初に言ってしまいましたが、このエールは補聴調。さっきの F モールもフラット4つでした。で今度はシャープ4つ。ただし、フラットの4つはどっちかというとやっぱ音が下がるっていう、感じだけど、シャープって天に近づく半音上がるので、まあ同じクロスでもちょっと意味合いがやっぱり全然違うかなと思います。で、この A ドアの調整は、水って聞いたことがあって、まあ、そうかなって確かに感じるところがあります。で、そのキリスト教にとって水というものが最も神聖なるものということもちょっと聞いたことがあるんですが、神聖さ、それそして柔らかさっていう感じですね。まあ大体よく、浮かぶのがこの曲ですよね。三位一体の考え方で、聖書の中に三位一体という言葉は書いてないようですが、考え方として大事なのはこの3つの綺麗なバランスです。でこの曲は特に三声であること、それから、8分の9拍子333の9拍子であるということ、それからまあ、曲の書き方ですよね。この三声の動きが本当に綺麗に紡いで描かれているような感じ、だと思います。であまり音程感の、広がりがこうかないんですよね。狭いところの状態で、この狭いところに3つを入れないといけない、しかも柔らかい音でっていう、これが難しいですね。こう開いてて3声を入れた方が、まあ、この辺とこの辺とこの辺とってもうちょっとね大胆にいけそうだけど、という難しさがありますよね。こうもう聖なるもの、妖精とまたちょっと違いますけど、精霊のようなものが3つ綺麗に描かれている表現なので、ここの一つの聖部の中が人間的に何だろうな、欲望的にウィーンとかってやってしまうと、この三位一体のバランス崩れちゃうじゃないですかって思うので、だけどじゃあ音楽的に弾いちゃいけないとか、そういう欲を禁するというか、そういうバランスではないんです。だからこう能面のように弾いてくださいというわけではないんだけど、一番大事なことはこの3つ、さっきのプレリュードもそうです。これがのバッハがやっぱり信心深かったっていうことのやっぱり理解があれば表現が見つかっていくと思います。で、この曲もずっと、8分音符のこの3連符のリズムが、3つの声部で受け継がれてずっと途絶えないですね。一回ここでダブルになって。ずっとつながって、ということになります。曲の途中に出てくるこのフェルマータ、
いろんな意味、人によって全然解釈あると思いますけど、私の場合はこうずっと継続されてきたからこそ、そこで空気や息が止まるような静寂を描いてるかなって思います。でその後にまたフェルマータがある上に静止や沈黙のような、あの休符、まるでイエス・キリストが尋問を受けてる時に言葉にしない、言葉にすることよりも大切なことがある、あるいは言葉にしてはいけない、ことが世の中にはあるというような休符だと。で休符があった後がまたちょっとハーモニー的にちょっと複雑なところで、狙わずに注意をしていただきたいのが、聞いてて思ったんですけど、40小節目の1個目のハーモニーで休符があった後にこうなりますね。でこのハーモニーが新しいハーモニーのようにチャッて着火しちゃうと空気感が壊れちゃうので、このまま美しさのラインを休符が間に入ろうが音域が下がろうが、こういう風に音を出していけるといいと思います。まあ、良くない時はだいたいこうなっちゃう。なんかこうハーモニーの壁が新しく始まって遮断してしまうようになってしまう。そう、あともう一つ技術的にすごく難しいのは、例えば17小節目のようにこう来て、本当は 2-3、2-1-3 とかで弾きたいんだけど、内声が残していかないといけないから、こう弾かないといけないということですよね。3からこういかない、でしかもそれを柔らかくレガートにしないといけない。でここまず考え方としては、いろいろ試していく上で決めていったらいいけれども、あんまり 3-2 で弾いた時のように、あの滑らかに行きすぎるとちょっとバッハっぽくないかなと思うんですよ。弾きにくいところは弾きにくい、でもそこに手間暇がかかってるっていうの方がバッハっぽいかなと。でそこにちょっとね、なんか手前の段階で逃げちゃって、あのペダルとか、あとはちょっと音色の作り方とかがなんとなくみたいになっちゃうと、なんかちょっとそれはまた違うかなと。あくまでもやっぱりこう手作りの、時代だったんじゃないかなと思いますよ。うん、であとは一つの何か物事を組み立てる、完成するまでに現代よりも時間がかかった、時代だと思います。なので、まあ、何か一つのものを調べるっていう作業でもそうだけど、どんどん技術、機械とかが発展して、一つのことを調べる速さがどんどん速くなってるじゃないですか。うん、で、そういう脳、感性、我慢ができないっていう過ごし方ばかりしていくと、ここから解釈するときも自分は簡単なもの、簡単なものを選びがちになっちゃうから、もちろんそれはいい面もあるけれども、解釈するときには注意した方がいい。で、結果的にやっぱりそのスタートからの組み立て方が誠実であればあるほど、いい音楽もできるし、結果的には
まあ近道最短距離になるんじゃないでしょうかと思います。あのピアノを含めてややこしいところは、練習量を増やしたからといって上手くなるわけではないわけですね。練習の仕方がすごく大事、その中ではやっぱり知性とやっぱり心がすごく大事、さっき心を育てることの重要さも、言いましたけれども、今のように、非常に精密にというか繊細に誠実に考えてあげることが大事だと思います。こっちも難しいですよね。という感じなので、まあ私自身なるべく日頃生きてる時に、簡単にパパパっていけて助かるところと、やっぱりそうじゃなダメだよなと、例えばなるべく手作りのものを食すとか、そういうふうに、気をつけてもらいます。最後に、私このベーレンライターを使っているわけですが、ちょっと一つだけ不満なのか、指使いを書かれておられますね。そちらの返礼版も指使いが書いてありますけど、バッハの、楽譜には指使い書いてないはずです。これはちょっと覚えておいてください。知らないとこれバッハの指使いだと思っちゃって、絶対これだよねみたいに思っちゃうけど、なので指使いに関しては疑った方がいいと思いますよ。参考にはしてもいいけれども、なので私はなるべくその指使いを見たくないタイプなので、ちょっとこの辺に関してちょっと困ってます。それからさっきのインベンションの、何番でしたっけ、作品は珍しくそのアーティキュレーションが書いてあったじゃないですか。あのフレーズがちっちゃいこと書いてあったでしょ。これも珍しいんだけど、バッハの自筆譜見るとこのスラーの書き方とか結構適当なんです、意外と。例えば1番目から書いてあるのか2番目から書いてあるのか、2344コードがあって、23のところに書いてあるのか234って書いてあるのか1123って書いてあるのか、ちょっと読みづらいみたいな傾向とかがあって、ここら辺ももしかしたら楽譜によってちょっと書き方が違ったりする可能性があるので、だから大事なことは、いずれにしても我々が今手にしている楽譜というものはバッハの、書いたそのまんまの楽譜ではないよということは覚えておいた方がいいと、特にやっぱり譜読みが始まった段階から私は指使いのセレクトをすごく神経質になるタイプで、指使いが音色を決めるというね、前なんかそういう言葉ありましたよね。リバウンドを制するものはみたいな、ゲームを制すみたいな言葉ありましたけど、指使いを制するものはもしかしたらいい音楽につながるのかもしれないというぐらい大事な作業なので、今の発言を残しておきます。以上では、今日は4つぐらい進めましたけど、またお願いいたします。